核融合炉。核融合炉は現在開発中の原子炉の一種で原子核融合反応を利用したもの。21世紀後半における実用化が期待される未来技術の一つである。重い原子であるウーランやプルトニウムの原子核分裂反応を利用する核分裂炉に対して軽い原子である水素やヘリウムによる核融合反応を利用してエネルギーを発生させる装置が 核融合炉である。現在、日本を含む各国が協力して、国際熱核融合実験炉 ITER のフランスでの建設に向けて、関連技術の開発が進められている。ITER のように、核融合技術研究の主流のトカマク型の反応炉が高温折りしたものであるので、特に熱核融合炉とも呼ばれることがある。太陽をはじめとする恒星が輝きを放っているのは、 すべて核融合反応により発生する熱エネルギーによるものである。これは核融合炉が地上の太陽と呼ばれるゆえんである。恒星の場合は自身の巨大な重力によって反応が維持されるが地球上で核融合反応を発生させるためには人工的に極めて高温化、あるいは極めて高圧の環境を作り出す必要がある。核融合反応の過程で高速中性子をはじめ 様々な高エネルギー粒子の放射が発生するため、その影響を最小限に止める必要がある。そういった安全に反応を継続する技術、プラズマの安定的なコントロールの技術、超電動電磁石の技術、遠隔操作保守技術、リチウムや重水素、ミエ水素を扱う技術、プラズマ加熱技術、これらを支えるコンピュータシミュレーション技術などが必要と、 され開発が進められている。原子番号28ぐらいまでの軽い元素では、各子1個あたりの結合エネルギーが比較的小さいので、原子核融合によって余分なエネルギーが放出される可能性がある。しかし、原子核の電化が互いに反発して反応を阻害するため、実際にエネルギーを取り出して利用できるような形で反応を起こすことが可能なのは電化が ごく小さい水素やリチウムなどに限らると見られている。実際に核融合反応で発電するためには原子核が秒速 1000km 以上の速度でぶつかり合う必要がある。プラズマの温度を高くするために外部から加えたエネルギーと核融合反応より発生したエネルギーが等しくなる条件を臨界プラズマ条件と呼び DT 反応、重水素と見栄水素の反応では 発電度内で、プラズマ温度1億度以上、密度100兆個、センチメートルとし、さらに1秒間以上閉じ込めることが条件ということになる。2007年10月現在、この条件自体は、JT-60 及び JET で到達したとされているが、発電炉として使用できるまでの持続時間等には、壁は高く、炉として実用可能な自己添加条件と言われる。 条件を目指し挑戦が続いている。などが挙げられる各融合炉において、使用が検討されている反応は主に以下の3つである。なお、以下 D は、重水素、T は、三重水素、トリジウム、P は、水素原子核、N は中性子、HE はヘリウムである。自然界でも原子性で起きている反応の一つである。 地球上の水素全体の中での存在割合は、軽水素が99.985%、重水素は比率としては0.015%とわずかではあるが、自然界に普通に存在し、主な水素の存在形態である水自体が自然界に、無人像に近いほど存在するため、重水素も、ほぼ無人像に得られる。各融合炉として使用する場合、資源の入手性が非常に良いが、 DD 反応の10倍厳しい反応条件を達成する必要がある。DD 反応で生ずるトリチウム、ヘリウム酸をその場で燃焼させる触媒式 DD 炭が検討されている。DD 反応を用いた核融合炉が実用化されれば、プラズマ電気という直接的なエネルギー変換が可能な MHD 発電も期待できる。なお、j t 六十を含む多くの核 融合開発を目的とした実験装置において重水素を使う実験が行われている結果、この反応が起きている。もちろん、投入エネルギーを回収できるほどではない。反応条件が緩やかで、最も早く実用化が見込まれている反応である。この反応によって放出されるエネルギーは、同じ質量のウランによる各分裂反応のおよそ4.5倍、石油を燃やして得られる。 エネルギーの8000万倍に達する。各融合炉として使用する場合トリチウムの入手性に課題がある。トリチウムは自然界においては大気の上層でわずかに生成されるのみであり、半減期の短い放射性物質であるため事実上採取は不可能である。また、高速中性子が生成するため炉の材質も検討が必要となる。現在検討されているトリチウム入手法は 各融合炉の周囲をリチウムブランケットで囲み炉から放出される高速中性子を減速さつつ核反応を起こしトリチウムを得ることであるこの時ブランケットは高速中性子を減速して遮蔽し燃料を生産し反応熱を取り出すという3つの役割をすることになる欧州トーラス共同研究施設及び TFTR においては この反応を主反応とするような実験が行われた。出力100メガワット、10万キロワットの場合、消費する燃料、重水素と見え水素は1年間で約25キログラムあれば十分である。イオン温度が10億度の条件において、反応断面積が DD 反応の5から6倍程度の条件と、DT 反応ほどではないが、比較的起こりやすく、発生するエネルギーも、 家電粒子である陽子が担ない放射性物質も出なので、炉が扱いやすいこと、ただし副反応の DD 反応で中性子が発生すると、直接電力にエネルギーを変換することが可能なことで注目されている反応である。しかしながら、地球上にはヘリウム酸がほとんど存在しないことが大きな問題である。アポロ計画の探査の結果太陽風により付きには、 大量のヘリウム3が存在することが明らかになったが実用化は非常に遠いとみられる。中華人民共和国の月探査計画はヘリウム3採取を最終目的にしている。下記の核融合反応が核融合炉で利用可能と考えられている。括弧内は反応生成物のエネルギー名部現在最も研究が進んでいるのは 時期閉じ込み方式の一種であるトカマク型であり、現在計画中の ITER 国際熱核融合実験炉もこの方式を用いている。核融合の際に発生する中性子が炉壁などを傷つけるために、その構成材質の耐久力が問題となるとの指摘がある。とりわけ ITER では前述の DD 反応よりも反応断面積が約100倍大きい。 DT 反応を用いる計画であるが、DT 反応では高速中性子が発生する。この高速中性子により炉の構成材内部では、使用温度等にも依存するが、消射者税下が進行する場合がある。つまり、原子が弾き飛ばされ、材料内部に、原子空港、ベイコンシーや、高主管原子が字、フレンケル対、弾き出しが連鎖衝突した結果発生する、つながった、高子欠陥。 カスケード損傷により、これらの点結管集合体や積質物の形成等が生じることによって材料の高強度が高まるに伴いもおろくなる。また抗生剤の原子が核変換を起こし発生したヘリウムガスが原子空港と結びつくことによって材料の内部に空洞を形成し膨張する問題、スウエリングも発生する場がある。こういった劣化が一定以上進めば、 もはや十分な耐久性を維持できないために交換を必要とする。また、税化以外にも材料が放射化することから低レベル放射性廃棄物が生成する問題も挙げられているが低放射カフェライト光を用いることで ITER のテストブランケットの構造材料は目処が立っている。また、構成材内部とは別に露壁表面でも問題が生じる。プラズマイオンが 呂壁に衝突すると、物理スパッタリングと呼ばれる、呂壁材料原子の弾き出しが起こる。呂壁面に炭素素材を使用すると、水素同位体の入社で、メタンやエチレンなどの炭化水素が発生して、呂壁が損耗する、化学スパッタリングという現象も起こる。その他、各種の閉じ込め方式があり、それぞれ各国で研究が進められている。日本では、 核融合研究の中心は、日本原子力研究所の JT-60 とマク型核融合科学研究所などで進めている LHD と大阪大学で研究が進んでいるレーザー核融合である。圧力の低いプラズマを保持することは比較的容易であるが、エネルギーとして利用可能な程度の圧力のプラズマを 保持するのは難しく、前述の JT-60 で、高圧力プラズマの保持時間は30秒程度である。この30秒という時間は加熱装置である。中性粒子ビーム入射装置の稼働時間の上限で、決まっている。現在 ITER のために1000秒以上稼働できる装置を開発中である。また、保持のために投入するエネルギーに比較して、反応により得られるエネルギーは、 まだ小さく、エネルギー増倍率、旧値マイナス1.25、世界の各種装置で、核融合利得1を若干超える程度である。これらの課題については、ITER で研究が進められる予定である、ITER の目標値は、旧値から10。小型核融合炉について、米国のロッキード・マーチン社は2014年10月16日、10年以内に、 トラックに積み込める大きさの100メガワット級商用小型核融合炉を開発すると発表した。2013年2月7日に発表された高戸ー核融合炉の続報である。2015年九州大学と核融合科学研究所はそれまで理論的には予想されていながら実験で確認されていなかったプラズマの流れが磁場の乱れによって脆弱化する現象の観測に 成功した。二千十六年三月十八日、文部科学省は、現在の実証炉 IDER、ETA ーー以降の次世代炉を、三菱重工、東芝と共同で研究し二千三十五年頃の建設を目指す予定と、日本経済新聞が報じた。二千十七年八月九日、岐阜県土岐市にある核融合科学研究所は、大型ヘリカル装置、LHD、 超電動核融合プラズマ実験装置を使った実験で世界で初めてプラズマ中の4温度を核融合発電に必要とれる1億2000万度まで達成させることに成功したと発表した再現実験も行い向上的にプラズマ温度を1億2000万度まで引き上げられることも確認したという今後は高密度化などによりさらに高性能なプラズマの生成を目指し 今世紀半ばには核融合発電を実現したいとしている。2018年3月9日、米国マサチューセッツ工科大学 MIT が企業と協力して発電可能な核融合炉を15年以内に建設する計画を発表した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。